はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。あの特殊能力っていうのはまあ巷によく言われてるけど、まあ霊能力だったりだとか、オーラが見えるとか、あと変な話さ、その物を触ったらその人の念みたいなのが見えたりとか、サイコメーターエイジってさ、漫画があったりするけど、そういうの感じで、まあ公にはね、そういうのはなんて言うんだろう、発表されてないけど、そういう能力で、うん、いろいろと解決に導いたものがあったりとか、そういう能力があってね、っていいのがあるのかもしれないんだけど、もしそういうものが後付けでもらえるとしたら欲しいかどうかっていうのもあるし、何が欲しいかあの人の心っていうか、考えてることが見えるっていうか分かるしっていうのもあるだろうし、投資能力っていうのもそうだし、あと自分の体が透明人間になったりとかね、必要に応じて透明になったりとか、通り抜けができるようになるとかっていうのがあったりするけど、何か1個2個あったら何が欲しいでいいかな。まあ人の考えてることとか思ってることが分かるようになったら見てみたいなーって思う時もあるけど、でも自分が聞きたくないことまで、その自分の頭の中にね、その人の思いがガンガン入ってきたらさ、嫌だなと思うんだよね。聞きたくないことまでこうね、知っちゃうっていうのもあるだろうし、まあ、そういうのの子ってあの霊能力がね高い人のように、そのスイッチっていうかオンオフがあるように、オフになるとその人が思っていることが聞こえなくなるようなフィルターのような感じで、なったりとかするんだろうけど、まあそうは言ってもなっていうのもあるよね。最初は興味本位でさ、あの人この人その人とかさ、隣の人とか下の人の、ね、思いが何だろう、どういうことを考えているのかとかさ、いろいろと知りたいなと思ってね、その人の方に近づいたりとかね、するけれど、でもそれが長期間ずっとそれがあったりすると、うんざりするんだろうなと思うね。まあそういう能力がある人はね、オンオフがあるから、あのうん、ちょっとメンタルが折れないようになってるのかなとは思うんだけど、まあそうは言ってもなっていうのもあるだろうし、なんでこういう能力が備わっちゃったんだろうって、自分を責めるというかさ、うん、っていうのもあるだろうなと思う。そうだったらあの時欲しいって思わなかった方が良かったとかさ、って思うんだろうなと思う。うん、まあこれはね、あくまでも私の意見なんで、いや欲しいですっていう人はいるんだろうけど、そういうのをね、覚悟として、うん、もうそういうの分かりきってんじゃんっていう人もいるだろうけど、実際になってみるといやいやいやって思うだろうしね、なんとも言えないなとは思うけど、皆さんどうでしょうか。以上です。